みんなはいつも使っているスマホがどうやって作られてみんなに届けられているか知ってるかな？僕は知らないな。教えてくれるの？それじゃあ一緒に見てみようか。なんかワクワクする。実はスマホってできるまでにたくさんのステップがあるんだよ。みんなのところに届けられるまでにアイデア作り、試す、作る、運ぶの4つのステップ。みんなが使い終わった後はリサイクルのステップがあるんだよ。まずはじめにアイデア作り。まずどんな人に使ってもらうスマホにするか、何ができると便利でどんな形だったら使いやすいかアイデアを出し合うんだ。どうすれば思った通りに作れるかなど考えなきゃいけないことがいっぱいあるから、いろいろな専門家の人とチームを作って力を合わせて進めるんだ。うわー、みんな真剣だね。話し合いを重ねてどんなスマホを作るか決めたら、試行錯誤しながら実際に作ってみて、壊れないか安全なのか厳しいチェックを何度も受けるんだ。例えば落としても壊れないかのテスト、いろいろな落とし方をして壊れないかテストするよ。水に強いかのテストでは、いろんな方向から水をかけたり、水中に長時間沈めても壊れないかテストするよ。へえ、これなら安心して使えるね。それに加えてスマホを入れる箱が安全なのか、うっかり開いて落としちゃったりしないかもチェックするんだよ。次はどうやってスマホを作っているのか見に行くよ。まずはスマホが動くために必要な部品同士をくっつけていって、スマホの土台を作っていくよ。続いてスマホのパーツに色をつけていく作業だよ。機械がやるんだね。そう。そして色付けが終わったら組み立ての作業に入るよ。これで完成だね。完成したら工場からトラックで倉庫に運ばれるよ。着いたらまずは棚に整理して並べられて、日本中のお店に送り届けるために棚から取り出してベルトコンベヤに乗って倉庫内を巡るんだ。巡る間に商品が間違ったところに届かないようにチェックしたり、運んでる間に壊れちゃったりしないように丁寧に包んで段ボールに入れたら、いよいよ出発だよ。こうやってお店に運ばれていくんだね。そうなんだよ。次はお店に届いてみんなが使うまでの様子を見てみよう。au のお店でお店の人から説明を受けているね。こうやってみんなが買うときも買った後でも安心して使えるようにお手伝いしているんだよ。古くなってみんなが使わなくなってしまったスマホはリサイクルのためにお店に集められるんだ。リサイクルって何？一度使ったものを原料に戻してまた新しく使えるようにすることをリサイクルというんだ。地球を守ることにもつながるんだよ。どうやってリサイクルするの？いろいろな方法があるんだけど、ここでは手作業で一台ずつ丁寧にバラバラにしているね。丁寧に分解できたら次は原料に戻していく作業だよ。バラバラになった部品がたくさん入ってきたね。そこからさらに砕いて細かくなったら、ものすごい熱い温度のお部屋で溶かすんだ。こうしてドロドロにすることでまた違ったものに作り変えれるんだ。へえ、使い終わって捨てるんじゃなくて次に新しく別の商品を作る時の原料として使えるようにしているんだね。そうなんだよ。 KDDI ではずっと住み続けられる世の中にするために SDGs への取り組みも大事にしているんだよ。たくさんの人の思いが込められているんだね。すごく楽しかったよ。